あいやよいや、そりゃトントロトントロトやトロトントロト。鐘の音や太鼓に合わせ一定のリズムで輪になって踊る人たち。しっとろと踊りは魚の供養や豊漁を祈願する踊りです。室戸市で300年以上続く伝統行事で、県の無形民俗文化財に指定されています。新型コロナの影響で中止や縮小開催を余儀なくされましたが、今年は4年ぶりに通常開催されました。今日は午前4時半から漁業関係者など24人が室戸市内の神社や寺などおよそ30箇所を巡り踊りを奉納しました。頭にかぶったスゲ傘には猿ボボと呼ばれる猿の人形がついていて、災いが猿という言を担ぎ漁師たちの安全を祈願しています。昨今のやっぱりコロナ禍の、漁価の低迷であったりとか、漁獲量の、減少っていうのになんとか、歯止めがかかるといいますか、いい流れを作っていくきっかけにできればと思ってやっております。海の町室戸には豊漁を願う伝統の音が響いていました。